皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。井戸端会議。これは当時新婚だった頃に出張先で体験した話だ。新婚だっていうのに、俺は関東に出張で飛ばされた。嫁さんと一緒に引っ越した先は、まだ真新しい集合マンションで、近場へのアクセスも良く、学校や役所なども揃っており、今後生まれてくるであろう子供のことを考えても、条件の良い場所だった。そんな引っ越し先だったが、俺は一つだけ慣れないものがあった。そうそう、田中さんとこの旦那さん、この前若い女の子と駅前歩いてたのよ。嘘でしょ？いや、田中さんの旦那さんならあり得るかも。エレベーターを降り、マンションエントランスから入り口に向かうと、いやおうなしにも耳に届く女性たちの声。俗に言う井戸端会議というやつだ。はぁ、と軽くため息をつきながら入り口を出ると、三人の中年女性が目に留まる。皆、買い物袋を肩に下げ、愛も変わらず他人の下世話な噂話に花を咲かせているようだ。いや、花というより、食虫植物か。おはようございます。必死に笑顔を作り、通り際に挨拶すると、三人とも示し合わせたかのように、揃えて挨拶を返してきた。そして、おはようございます。必死に笑顔を作り、通り際に挨拶をすると、そして、これまた取り繕うような笑顔で、三人は見送ってくる。俺は、この三人がすごく苦手だった。毎朝出勤するたびに聞かされる下世話な噂話。特に新婚で引っ越してきた俺たちなんか、奴らの格好の餌食なんだろうなと考えると、虫唾が走る思いだった。次の日も、その次の日も似たような噂話。うんざりするたびに嫁に愚痴るも、近所付き合いもあるんだから、と、やんわりと諭された。毎日出勤前に顔を合わせる身にもなってくれと言いたかったが、それは嫁も同じかと思い直し、我慢した。そんなある日のことだった。いつものように、エントランスから入り口に向かい出勤しようとしたところ、四棟の東野さん、自殺らしいわよ。それも借金区で。ああ、やっぱり、だと思ったわ。この前見たとき、思い詰めた顔をしてたもの。外から聞こえてくる三人の女性の声。間違いない、いつものママさん連中だ。それにしても今回は物騒な話だった。自殺？誰かこのマンションで亡くなったのだろうか、などと考えながら入り口を出たところで、俺はぎょっとして思わず固まってしまった。いつもの買い物袋を肩から下げたママさん連中。その顔はとても嬉しそうに、ニヤニヤと気持ち悪い笑みを浮かべていたのだ。そして、俺に気がつくと、三人は、とても人の生き死にの話をしていたとは思えないほどすっきりした笑顔を、俺に向けてきた。おはようございます。なんとか平静を装い挨拶をする。あら、おはようございます。合わせた挨拶。取り繕ったような笑顔。それがいつもの何倍も気持ち悪く感じた。
足早にきびすを返し、その場を立ち去る。今朝のせいで、その日は一日中憂鬱な日だった。仕事を終え家に帰り、今朝あったことを嫁に話すと、やはり四棟で自殺があった話はどうやら事実のようだった。明日もまた何か聞かされるのか、そう思うだけで嫌気がさしてくる。次の日、陰鬱な気持ちでエントランスを抜けた時だった。六棟の沼川さん、ランニング中にひき逃げに遭ったんだって。マンションの周辺走ってたんでしょ？犯人まだ見つかってないらしいわよ。まあ、ただ、俺はできる限り三人に気づかれないように顔を背け入り口を出た。おはようございます。だが、意に反するように背後から三人が挨拶を投げかけてきた。仕方なく諦めて振り返ると、相変わらずのあの気持ち悪い笑顔で三人が俺を見つめてくる。思わず引きつるような笑みで俺は頭だけ下げ、急いでその場を後にした。仕事を終え家路に着くと、俺は今朝のことをまたもや確認するように嫁に話した。ああ、聞いた聞いた。お隣さんも言ってたわ。どうやらまたもや本当の話のようだ。そう、そっか。そう俺が短く返事をした時だった。今日の昼頃だったみたいよ。私、ちょうどその頃買い物に出かけてたけど、なんか他人事に思えないわよね。え？嫁の言葉に、俺は思わず聞き返した。何？今日のお昼に、ランニング中にひき逃げに遭った人の話でしょ？昼？嫁は何を言っているんだ。その話は、今朝出勤前に、あのママさん連中から聞かされた話だ。なぜ今日の昼？おいおい、勘違いしてないか？亡くなったのは沼川さんっていう六棟に住んでる人で。失礼ね。事件のこと聞いて、さっきお隣さんと通夜だけ行ってきたわよ。嘘だろ？本当よ。他に通夜に来てた人たちの中にも、昼間に事故現場に居合わせた人もいたんだから。いや、だって、そんな。嫁の話を聞き、あまりのことに俺は思わず口をつぐんでしまった。どうなってるんだ、一体。じゃあ、今朝のママさん連中が嘘を？何のために？いや、そもそも嘘ではなくなっている。混乱するさなか、昨日のことが頭をよぎる。昨日言ってたよな。四棟の東野さん、自殺したって。ああ、昨日の？うん。あれもお隣さんから教えてもらったの。お隣さん、夕方にちょうど洗濯物取り込んでたみたいで、ドンって大きな音がした後、しばらくしたら救急車両がいっぱい来たって。あなた、昨日は遅かったからよかったけど、もっと早く帰ってきてたら、大変なもの目撃してたかもよ。脅すように嫁が言った。が、俺はうんともすんとも言えないまま凍りついてしまっていた。何か今日変よ。もうすぐご飯できるから、先にお風呂でも入ったら？いぶかしげに俺を見つめた後、嫁は台所へと戻っていった。部屋に戻り、上着をその辺に放り投げると、俺はネクタイを緩めながらその場に寝転んでしまった。考えがまとまらない。いくら考えても納得できる答えなんか出てこなかった。
これを嫁に相談なんかすればうつ病を疑われかねないなと思わず冷めた笑いを浮かべてしまう。新婚生活矢先に暗い影を落とすのは避けたい。もどかしい思いで俺はその日眠れない夜を過ごした。次の日、暗い面持ちで俺は家を出た。嫁の行ってらっしゃいという言葉にも気のない返事を返し、嫌な思いをさせてしまったかもしれない。けれど、それ以上に俺の心は不安で押しつぶされそうだった。いつものエントランス、重い足取りで入り口に向かう。もう聞きたくない。そう思うのと同時に、こいつらの噂が何を意味しているのか確かめたい。そんな思いが頭の中を駆け巡っている時だった。俺の耳に信じられない言葉が飛び込んできた。ねえねえ、次、誰にする？瞬間、俺は入り口から出ることなく、口を魚のようにパクパクさせながら、その場に力なくヘナヘナと座り込んでしまった。以上が俺が3年前に出張先で体験した話だ。娘も今年で3歳になるが、あの場所には二度と戻りたくないと今でも思っている。実はあの後、心を病んでしまった俺はしばらく会社を休んだ。その時はまだ俺たちはあのマンションに住んでいたのだ。やがて落ち着いた頃に久々の出勤となった。そしてその時、俺は決定的な話を奴らから、あのママさん連中から聞いてしまった。それが原因で俺は逃げるようにして妻を連れマンションを引っ越したのだ。あのマンションに住んでいた最後の日の朝、やつらは言っていた。いつもの場所、いつもの格好、いつもの笑顔で。〇〇さんと〇〇さんの奥さん、一家心中だって。娘の〇〇ちゃんもよ。かわいそうに。まあ、いやね。本当にかわいそう。〇〇さんとは俺の名前だった。しかも娘の名前。当時はまだ生まれておらず、嫁は妊娠3ヶ月。子供の名前は男の子だったら俺が、女の子だったら嫁がつける予定だったため、互いに知らなかった。なのに奴らはその名前すら言い当てていたのだ。警察にも相談しようと思ったが、こんな話を信じてもらえるわけもなく、これは俺と嫁だけの秘密となった。嫁は今でも一人で買い物に出かけられないという。近所のママさん連中が井戸端会議に花を咲かせているのを見るだけで、あの時の恐怖が全身を蝕むのだと。はい、DSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日は、はい、ちょっとお久しぶりですけど、ホラホリから2話ちょっと選んでみました。ホラホリとは、ホラーホリックスクールと言いまして、はい、僕と怪談朗読者のゴマさんとリッキーさんがやってるサイトなんですけど、はい、あの怖い話収集サイトということで、怖い話がいっぱい集まってくるよっていうサイトになります、うんうんうん、はい、詳細欄にね、あの URL 貼っときますんで、はい、ぜひぜひ、お時間ある時に読んでみてください。一応ね、1000話以上は集まってるので、すごい、はい、まあ、これは実は創作関係なしですね。あ、怖い話をっていうことですね。了解です。その中から、はい、その中から、はい、2話ちょっとね選んでみましたんで、はい、ほんと久しぶりですね。何回かやってるんですけどね。やりましたね。うん、たまたま今日ねちょっと10話ぐらい読んでて。あ、そうなんですね、
やりましょうか。はい、1話目、1話目井戸端会議というお話でした。はい、はい、これ投稿者の方とかは、氷野さんっていう方ですね。ほうほうほう、氷野さん聞いたことある、あ、ね、ツイッターとかで、ね、そうだよね、朗読もやってんのかな。ああ、なるほど、うん、のお話、井戸端会議、はい、うんうん、はい、まあ気味の悪いお話ですよね、うんうん、不気味な感じ、うん、なんかそういういろんな人が住んでる、まあ、アパートとかマンションとかに住んでたら、うん、出くわす可能性が、まあ、あるし、うんうん、まあ、あの喫茶店とかね、うん、そういう場所でもこういう会話を聞いたりとかっていうのはあるのかなっていう、あるね、うん、なんかそういうみんなが関わりやすいというか、うん、とこでのこの怖い話っていうのはなかなか僕好きなタイプなんで、うん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 、結構気味の悪いお話で、うん、そうだね、うん、ホラホリって4ジャンルあるんですよ。怪談、まあ、心霊話ですね、はい、怪談、うん、人コア、不思議な話、うん、その他ってあるんですけど、はい、これね人コアに分類されてたんですよ。ほう、なるほどね、ほう、人コアなんだ。あ、まあまあまあ人コアかな、うん、これもねどちらかというとケイスケ僕、うん、人コアなんだこれって思いながら、うんうんうん、見てましたけど、うんうん、僕は完全に幽霊の井戸端会議を聞いちゃったっていう印象で、あ、3人とも幽霊なんだ。そうそう、おー、なるほどねっていう、ま、じゃないとなんか成り立たないかなみたいな、うーん、なるほどって思って、まあ人公だったらその人らがやってるみたいなこと、そういうことかね。でもそう考えるとしたら、うん、そのなんか未来のこと分かるみたいなシーンあったんで、うん、あったあったあった、うん、だからそこも踏まえて、うん、まあ、幽霊でその人たちの話してる内容が現実に起こっちゃうみたい な、うん、そのこの場所に住み着いてる、うん、まあ、井戸端会議好きなおばさんたちの霊で、うん、そこの話題にされちゃうと、その、まあ、その話題にする人たちはここに住んでる人たちなんですけど、うん、その人たちにその災いが降りかかるみたいな感じでちょっと思って読み終えましたけど。なるほどね、うん、そういうことか。ほぼほぼ同じような感想でしたね、読み終えた時。そうなんだ、うん、だから人皮かと思ったんですけど、うん、あ、そうか。そうで、まあ、結局それで、そのこのお話の中では幽霊だったけど、うん、そっから井戸端会議っていうのが怖くなったから、うん、その街中での普通の人の井戸端会議も怖いから、うん、それ自体が人怖みたいな、うん、その人から見ると、ね、っていうことなのかな、うん、あ、そうか。なんか完全に私はもういる人間というか生きてる人間、うん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 、と思ってたね。このおばさんたちがもう生きてて、生きてる、普通に井戸端会議してるっていう。そう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 、あ、まあ、でもご近所さんだと思ってるわけですもんね、ご近所さん。うん、このなんか、まあ、そうだ、同じ棟に住んでるとかそういう感じだろうね、うんうん、でなんでその人たちが予知できるのか、うん、みたいなところが、まあ、不思議な不気味なところなのかなって思ってたけどね。なんかね、そっち側もちょっと考えた時に、その言霊じゃないですけど、うん、口にすることによって本当に怒っちゃうみたいなことをちょっと思ったんですけどね、うん、その未来が見えてるっていうのがなんか、うん、ちょっとドンピシャで当たっちゃうすぎると、まあ、そう納得できないよねちょっとね、うん、のかなっていうところがちょっとあったなっていう、うん、そうだね。これさ、冒頭でさ、うんうんうん、これは当時新婚だった頃に出張先で体験した話だって、うん、新婚だってね、俺は関東に出張で飛ばされたってなってんだけど、うん、なんか出張ってさ、イメージとしてはさ、まあ、1週間とか、まあ、短かったら1泊2日とかさ、うんうん、なんかそれ短期の遠くに行く、うんうん、仕事で遠くに行くことだと思ってたんだけど、なんかこの話だと、もう何て言う、転勤みたいな扱いになってるからさ、ちょっとそこでさ、もうちょっとさ、嫁さんと一緒に引っ越したっていうのがなんか、たかだか出張なのにみたいな感じで、ああ、うん、そうか、転勤の話かみたいな感じで、まあ、飲み込んだんだけど、うん、これがどうなのかなってさ、うん、分かんないですけど、まあ僕も出張ってそういう短期の印象だったけど、うん、まあ、もしかしたら普通にそういうのも含めて出張って言うかもしれないですよね。ね、わかんないなって思って、うん、なんか長期のね出張とかも、うん、あるにはあるんでしょうね、そういう1年とか、うん、勝手に、まあ、転勤っすよね、うん、なんか転勤のイメージ、うん、なんか
出張って俺の中で単身赴任のイメージなんですけど。あ、まあ分からんでもないです。単身赴任っていうか長期でも一人で行く。一人で行く。だってそれ終わったら戻ってくるはずですからね。うん、そうそうね。うん、出張。出張が単身赴任のイメージ？うん。単身赴任っていうか一人で行く。一人で行く。一人で行く。うん、長期でも、うん、出張は例えばまあ1年の出張。長期の出張ですってなっても一人で行くイメージ、うんうん、戻ってくるからね、うん、その後、うん、なるほどね、うん、みたいな印象だけど、うんうん、転勤だったら一緒に行くイメージ、うんうんうん、そうだよね、うん、あのもしかしたらその転勤と出張間違えてるか、うん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 、そういうのも出張のうちに含まれるのか、なんかちょっとねそこはなんかちょっと、うん、あ、どういうことだって自分の中での出張の概念をちょっと超えてたのでなるほどなるほど、うん、一瞬飲み込めなかったけど、ああ、まあそういうことかなっていうね、まあ転勤ってことですかね、かなって、うん、うん、そう、まあそう、確かにそこもちょっと引っかかるところではあるんですけど、うん、僕もう一個思ったのは、うん、はい、その3人組が外で話してる、はい、で僕はこれ幽霊だと思って進めてったっすけど、うん、とまあ、なんかよくあるじゃないですか、そういう団地とかアパートとかに住んでると、うん、すごいたくさん人がいるから、うん、いつも見る人たちをここの住人って勝手に思い込んでるみたいな、だけど本当は住んでる人の友達で毎朝来て喋ってるだけの場合もあるじゃないですか、うん、だからこの人はここに住んでる、おばさんたちのまたいつものやつだって思ってるんだけど、うん、本当は住んでない人っていう風に、なんていうんですか、あ、住んでない人を住んでる人って思ってる、まあ、幽霊だから、うん、本当は実在してないものをここの住人だと思っているのか、うん、元々もうこの人はここの部屋の人って知っとるのかによって、うん、その捉え方が変わってくるなっていう、あ、何号室の何々さんだなって分かってるおばさんたちなのか、そのおばさんたちのことをでしょ、そうただただ毎日その人だけが見てる幽霊なのか、うん、っていうのが分かりづらいなっていう、漠然と多分なんか住んでる人っていう感じはするけどね、うん、住んでるって思い込んでる、そうそうそう、自分は、そう、だからそれが幽霊だろうが住人だろうが一緒なわけじゃないですか、うんうんうん、だからこれを何号室のあの人とか何棟のあの人っていうのまで分かってるのであれば、うん、一コアで成り立つなっていう、うんうん、それを知らずにあの人が思い込んでるパターンだったら俺は幽霊なんじゃないかなっていう、うん、なるほどね、うん、それがなんか具体的ってことね、うんうんうん、もしかしたらこの読み手に自由にみたいな、あ、なるほど、あれなのかもしれないね、仕掛けというか、なるほどね、うん、あとこの自殺じゃなくて、事故で、うん、ランニング中にひき逃げにあった、うん、今日のお昼にランニング中にひき逃げにあった人の話でしょ、うん、で本当よって、他にお隣さんと通夜だけ行ってきたわよって、うん、要するに今日のお昼にランニング中にひき逃げにあった人の通夜をもう夕方にはやってるってことなんですよ、うん、そこすごい違和感あったんだよね、そんな早いって思って、あ、確かに、だいたい亡くなって、まあ、早かったら次の日、うんうんうん、もう次の次の日とかのなんかそのさ対案とかさ、うん、なんかそういうのの都合で、うん、あ、でもね、うん、ありますよ、あの時は、あ、そうなんだ、うん、その早い時は、すごいスピーディーだなと思って、うん、まあ、そのパターンを私は知らないだけだったかもしれないけど、マックスでもひき逃げで、うん、だったらちょっとどうかなっていう、あ、だ、事件性事件ですもんね、うん、うん、そう、なんかあれあれと思ったとこはそれかな、うん、うん、どうなんですかね、その、奥さんたちに入り込む何かみたいなことなんですかね、もう自分の奥さんすらも取り込まれとるというか、うん、それも思ったんだよね、うん、それも思ったけど結局最後になんか今でも奥さんがなんかトラウマみたいになってるみたいな話があったじゃん、うんうん、嫁は今でも一人で買い物に出かけられないというっていうさ、うん、こと言ってるから、多分奥さんは知らなかったけど、なんかさ話の途中で、うん、お隣さんから聞いたんだよみたいな、あ、うん、昨日の、うん、あれもお隣さんから教えてもらったのって、お隣さん夕方にちょうど洗濯物取り込んでたみたいで
ドンって大きな音がした後みたいな、ね、下りがあるんだけどさ、うんうん、だから黒幕が下の3人プラスお隣さんがなんか実行犯じゃないけどっていう可能性もなんかあるんじゃないかなって。確かに一コアで考えるとってことですね。やっぱり2回ともそうなんだよね、うん、ランニング中のやつも、あ、聞いた聞いた、お隣さんも言ってたわっていうやつで、うん、で亡くなった、そうそう、自殺した話、あれもお隣さんから教えてもらったのって言ってんだよね、うん、両方ともお隣さんから教えてもらったって言ってんだよね。だからお隣さんが実行犯みたいな感じで関わりがあるのかなって、うん、ああなるほど、うん、ちょっとそれは思ったんだよね。確かに一コアで考えるとそうですね、うん、うん、なんか、うん、それが成り立つのであれば、うん、と、ま、何人ぐらいここの、ね、住宅に住んでるのか分かんないですけど、うん、なんかもっと噂になってるというか、うん、そんな公にできないというか、うん、その3人が下で予言する必要がまずない。まあそうなんだよね、そこだよね、うん、そうなんだよ、うん、その3人が幽霊で、うん、お隣さんに取り付いてるみたいな、うん、お隣さんを使ってその犯行をさせてる、うんうん、みたいな、うん、ことだったらちょっと分かるかなって。分からんでもないね、そうだね、うん、でただ俺が一番腑に落ちないのは、うん、途中で次は誰にするって聞くんですよ。ああ言ってるね、うんうん、そんなこと聞くっていう、これはあれでしょ、次は誰にするっていうのを3人の中で話してるってことでしょ、うん、そんな話しないだろうってこと。そうそうそう、だったらその前のやつでもあるでしょっていう、次に誰にするっていうくだりが、うん、あーなるほどね、うん、でまあこれが創作か実話かは分かんないですけど、うん、まあもし創作で、あ、実話であるのなら、うん、その前にも次誰にするみたいな、うん、次は誰かねみたいなことがあってのことだったらもうその1回が気にならないというか、うんうんうん、はずなんだけど、うん、それそういう毎回言ってる感もないじゃないですか。ない。だからこの人らがターゲット決めてるみたいなのを決めつけれないですよ、なんかそれがないと。それっていうのは次は誰にするっていうのがあって、あって、じゃあ、あの次はあの人でこうしようみたいな、うん、最後だけ、うん、じゃあ次は誰にするっていうのを聞いちゃって、うんうん、ターゲットが自分になって、うん、で奥さんの名前と娘、まあ、まだお腹の中にいる娘の名前とかを、うん、あ、もう生まれてるんでしたっけこれ。いや生まれてない、生まれてないですよね。3ヶ月妊娠3ヶ月目の時に、うん、言ってますもんね、うん、だからそれで、うん、それを言い当てるみたいなのがちょっと全然腑に落ちなくて、うんうん、それだったら、うん、ああ誰にするって言う必要ないみたいな、うん、そのワードがちょっと不思議だったんだよね、うん、いらないかなっていう。あ、いらない、確かにね。そう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 、あ、どうぞどうぞ、うん、どうぞ。何ですか、もう奥さんの話と自分の聞いた話の食い違いで、うん、だけでいいと思うんすよ、うん、うんうんうん、そこだけでも十分伝わる。あ、じゃああの人たちの話って未来のこと言ってるみたいな想像ができる、うん、けどあえてってことは、うん、書いてないけど毎回言ってるのかな、か聞いてないかもしれないしね。いやーこれだけ気になってる人だったら、うん、絶対聞いてると思うよ、うん、で毎回そういうなんか噂話してて、うん、次誰にするっていうのは確かにちょっと違和感あるっちゃあるね。あとどうぞ、あ、いいですか、同じこと言おうとしてたもん。じゃあこの最後の○○さんと○○さんの奥さん、うん、一家心中だって娘の○○ちゃんもよかわいそうに、まあいやね本当にかわいそうって言うんだけど、これ南郷島の○○さんとかは言ってないじゃん、うん、でこの本人っていうのは転勤してきた男の人ね、うん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 、からすればお腹の子が男か女かも分かってない状態じゃんね、うんうん、それで○○さんと○○さんの奥さんって言われて、うん、ま、自分の名字がめちゃくちゃ変わった名字だったら、あ、俺のこと言ってるって思うけど、それが、木村さんと木村さんの奥さんで娘のなんとかちゃんもよって言われたら、まだ生まれてないし男か女かも分からないから、あ、同じ名前の人がいるんだと、うんうん、自分じゃないんだ、自分じゃないって思う方が自然だと思うんだよね。うん、確かに確かに、うんうん、だからその娘のなんとかちゃんの名前も下手したら覚えてないぐらいの、うん、あ、自分じゃないんだ、でも一家心中でっていうさ、そこがね、うん、なんか
要するにこれ3年前のことを思い出して、あ、娘ってあなんとかちゃんって言ってたなって、うん、でまあその本当奥さんが娘だったら奥さんが名前決めるとか言って、この妊娠3ヶ月の時にこの話してて、まあ、あと7ヶ月ぐらいしたら生まれてくるわけじゃん、はい、で生まれてきた段階で娘がこの〇〇娘の〇〇ちゃんの〇〇ちゃんの名前つけるわけじゃん、うん、でその時にあの3人組が言ってた名前と同じだってなるってことじゃん。うん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 。ちょっとなんか間が空きすぎてるっていうかさ、そことそこをなんかこう、なんで結びつけるのがちょっと無理があるっていうか、遠くないかなと思って。その事象が起きてからも遠いし、まあ、結果生まれたら娘だったもんね、娘だったけど。もこれ例えばそれを聞いた上で、うん、娘の名前をつけるときに奥さんが何々にしたいって言われたときに、うん、多分わーってなりますよね。なんかなまあ覚えてたらね、うん、その名前をあの時のってつけないですよね多分。そしたらつけない ね、うん、確かにつけたくはないね、うん、それだけ当たる人当たること言ってる人たちだったらね。でもなんかまあその多いですね多いですね、うん、そのまあそれがその噂話が気になってる、うん、で予知っていうことが分かった、未来のことを言ってるっていうことが分かった、うん、だったら自分のこと言われるかもって思ってるかもしれないですよね。どの段階で？その、うん、もう最初から自分のことも言われるの嫌だなってって言ってるんで、うん、なんでもしかしたら自分の番来るかもしれんみたいなのを、うんうん、まあ自分のこと言われるの嫌だなって思ってるし、どうせ言ってんでしょみたいな感じの描写もあったじゃないですか、うん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 、言って、うん、と自分がいないところでみたいな、うんうん、なんでちょっとは気にしてて、うん、その中でそのあの人たち未来のこと言ってんだ って、うん、分かって、うん、自分のこと言われたらどうしようとは思ってるかもしれないですよね、うん、でもそれがさ娘が娘のなんとかちゃんっていう名前を具体的に出した段階で、うんうん、自分のことじゃないだろうなって思うのが普通じゃないかなと思って。なるほどね。まだおらんし。生まれてないからね。そう。これを自分のことだと思うのがおかしいっていうか逆に。なるほど。なんかそれが例えばなんかこういう説明つかないことって幽霊だったら結構多いじゃないですか。うん、だからそれすらも向こうの力でやらされとるみたいな、うんうんうん。そうやって思わされとるみたいな。うん、自分のことだってわかる。なんか言ってたじゃないですか、ヤスさんが。うん、僕の山の神社の話で山の脳とかの話で、うん、多分生き霊だと思いますみたいな、うん、っていうのは念が強すぎてそのパッと見た時にあの人だって分かるのが普通だとありえないけど、うんうん、念の強さがあるからその思いが先にこっちに通じてるみたいなので、うん、そうやってもうすぐ分かったから多分生き霊だと思いますみたいな話があったんですけど、うんうん、そういうので向こうの力によってこっちの思考までコントロールされることはあるのかなとは思いますよね。お前のことだぞっていうのが、あ、なるほどね、みたいな。ああ、そういうことか。いやだったらやっぱ娘にその名前つけないよね。うん、そうですね。で、なんかね、今思ったのは、うん、その次誰にしようかがトリガーかもしれない、狙われる。ほう、そのワード聞いちゃうと自分のことになるみたいな。おお、なるほどね。うん、俺が思った疑問点は、引っ越せば大丈夫なのっていう。なるほどね。うん、まあ結局そこに住んでないからってことかな。そこにじゃあ住んでる人がもう全員ターゲットっていう。そうだね。まあだから人子はやっぱ隣の人が犯行し、犯人。説、まあ、うん、でもさ、なんかこういう井戸端会議とかの現場っていうか、そういうのをイメージするのって昔からある団地みたいな、そういうのをイメージするんだけど、これはどうやら引っ越してきたばっか、まだ真新しい集合マンションでっていう話なんで、まあ新築ってことじゃないですか。その新築の段階でもうそういう、なんかおばさんコミュニティができてるっていうのも確かに確かにちょっと違和感あるなって思うんだよね。じゃあよりちょっと霊説あるかもしれないですね。そうだね、そっちの方がなんかね。井戸端会議って実際見たことあります？
俺あんまないんですけど。あ、そう。俺は全然ありますね。なんかあるよ。公園とかで、うん、あの話してたりするのはよく見たな。うん、あんまないな。あ、その例えばまあ僕の記憶だと保育園にその俺を送ってってでその後お母さんたちが門の前で喋ってるみたいなのとかはありますけど。うん、まあそれだよ。そういう、うん、そういうことですか。それそれそれ。もう道の途中とかでも全然あります。ご近所さんが喋る、ああ、まあ移動型ですからね。うん、普通に喋ってるのはよく見ます。あんま見たことないかも。もうそう思うと。もう最近は全然見ないじゃないですか。最近は見ないね。あんまりまあそんななんか時間帯もあるかもしれないね。あ、まあ確かに確かに。そうかそうか。うん、そうか。うん、それっすね。時間帯だ。うん、あとね、木村さんの疑問にちょっとお答えする記事を見つけたので。あ、はい。お通夜は当日に可能という。おお、はい、なるほど。一応、はい、もう結論から言うと、はい、可能です。おー、なるほど。可能なんですけど、はい、午前9時までに死亡診断書が出た場合。あー、なるほどね。あ、じゃあ昼間の段階で。昼っていうのはもう強く希望、うん、もうどうしても今日やってほしいっていうんで、うん、もう超簡素なやつはできるかも、はい、その9時までに亡くなってればってこと。あーと、その昼でも、あ、昼でもね、この話をお昼にひき逃げにやってみたら、まあでも一般的には9時まで、うん、まあ8時半ぐらいまでに死亡診断書が出されない場合は、うん、あの次の日になるケースが多いと。うん、なるほどね。まあ、それはなぜかというと、はい、まあ単純に時間がっていう、準備の時間が、準備の時間、はいはいはい、が足りないっていうのと、うん、人は亡くなってから24時間経たないと火葬ができないっていう法律があるので、まあお通夜、まあじゃあ8時にやって、うん、あ、8時亡くなってお通夜やって、うん、で次の日お葬式で、まあ、昼ぐらいに火葬するだったら分かるんですけど、うんうんうん、昼亡くなって、うん、その日にお通夜やって、うん、で次の日お葬式やって午前中にやっちゃうと、うん、待ってなきゃいけないんですよね。うん、20時間経ってないから、うん、だからそういうのがあるんで一応、まああと共引きとかそういうのもありますけど、うんうん、まあ、そういうのがあるんで一応できるはできるんですけど、うん、なるほどね。まあ、めったにないというか、めったにないっていう。まあでもそこを考えると逆にそんなに素早く式 お通夜が執り行われるっていうところも不気味って考えたら、なあ、そうですね、ちょっと嫌な感じするよね。一コアで狙ってるっていう、ね、なんか狙っててみたいな。まあでもな、じゃあなんかこれってそのマンションが新築じゃなくて、うん、昔からその人たちがそういうなんていうんですか、関係ができとってっていうので初めてだと思うんですよ、うんうん、できたてですぐ引っ越してきて、うん、もうそのあいつら殺そうぜみたいなことを言う関係性が作れなくないですか。うん、でも六棟のなんとかさんとかは絶対わからんよね、うん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 、今なんて特に、うん、のちょっとね、なんかところどころちょっとなんかノイズになる部分があったんだよね、うんうん、話を、まあ、素直に読み解こうとするとね、うんうん、ただこの話の設定は僕めちゃくちゃ好きです、ね、うんうん、その引っ越した先の井戸端会議を聞いて、うん、それがあれ未来のこと言ってるっていうのが気づいて、うんうん、標的が自分になったから逃げてきたみたいな、うん、この流れはね、その次は誰にしようの部分が、うん、あのまるまるちゃんとまの、まるまるさんとまるまるさんの奥さんと娘さんの何々が一家心中でっていうのにで良かったんじゃないのかなっていうね。そうですね、次に誰にしようっていうワードはなくても、うん、でそれが決定的な話となって引っ越しましたっていう感じで良かったのかなっていう、そのがなんかまとまるような、あのなんか予知できとった、なんだったらあれはみたいな、うん、まあ自分は引っ越したからまあ良かったのかなみたいな、うん、なんかそういうまとまるかなっていう感じするけどね、うん、でなんかこっちの考え方で一コアにも取れるし、うん、まあ幽霊にも取れるし、うん、みたいな感じのを匂わせながら、うん、なんか結果、まあ、無事で今は無事です、うん、みたいな、うんうん、あのまま住んでいたらどうなってたんでしょう的な流れの方がこうしっくりきたかなっていう、うん、ね、そうだね、うんうんうん、ただこの話自体はすごい好きな、目の付けどころがあのいいよね、うん、めちゃくちゃいい、うんうん、本当なんかよく見る日常の中の自分がなんかさ、あの実際にマンションに住んでて、うん、でなんか 毎朝話してる人たちがいるっていう状況を、うん、なんか
あと体感、うんうん、体感してればなんかこういう話をなんか元に、うんうん、自分の体験を元にできそうだけど、なんか想像でこういう話ってなかなかなんか作るの難しそうだなと思って、うんうんうん、完全に想像でこういうシチュエーションを考えついたらったらすごい想像力豊かでいいなって思う、ね、確かに、うん、しかも大体こう出勤の人たちはそういう光景見たりしますからね、ちょうどその時 あれがみたいな年代も、うん、落とし込みやすいし、そうそうそう、まあ、創作家とか分かんないよね、そこは分かんない、うんうん、そこは分かんないですけど、でもただこれをまあ作るとして、うん、したら相当なんか調べんといかんこともいっぱいあるんだなって思ったっすね、俺はこの当日にお通夜ができないとか、あ、うん、なるほど、ね、その設定を入れるんだったら、でなおかつまあそういうふうに疑問に思う人もいるわけじゃないですか、当日にお通夜やったとしても本当に、うんうんうん、だからその説明を入れなきゃいけないとか、なるほど、なんかあそぎ落としてかんといかんところがいっぱいあるんだなっていうのはすごい思いました。でもまあ実際このそれを例えば創作だろうが実話だろうが僕はどっちも正解だと思ってるんで、うん、創作が悪いわけじゃないんで、うん、あの俺ら的にこの話を聞いて創作っぽいなっていう答えが出ただけであって、うん、俺らの、うん、あのこの人が悪いわけじゃ全然ないんでね、うんうんうん、でそのいやここでそれを説明する方が寒いわってなる時もあるじゃないですか、まあ、そう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 9時半まで9時までに出さないとみたいな、うん、そうだから、うん、そのなんかその設定はなくすっていうか、うん、そういうそぎ落としをしてかんとなんか難しいんだなって思った、すごい、まあそうだよね、奥さんがそのちょっと説明口調な話し方とかね、すごい事細かにそのお昼だったよっていうことを伝えてくれるじゃないですか、なんかそれがすごいね難しいんだなって、難しいよね、結構この僕文章で読む場合はやっぱあったことを思い出して書いてて、うん、でその鍵括弧でセリフみたいなところも自分なりの文章として書いてるから、うん、なんか説明的になってもなんか勝手にちょっとこうなんていうか崩して落とし込めるんですよ、まあまあまあわかるわかる、うんまあ、まあ文章だからこうやって書いてるだけで、まあまあまあそうね、こういうニュアンスのことねってなるんですけど、そうそう一字一句ね覚えてる人なんておらんだろうしさ、うん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 、でもそれを言う人もいますからね絶対、まあそうだね、うん、そんなこと言うだって2ちゃんレジェンドとか全部言われてますからね、本当こんな人細かく覚えとったのかよみたいな、そうだね、うん、まあそれをつつくのが楽しいっていう楽しみ方の人もいるっすからねきっと、うんうん、まあね、まあ、まあまあ面白い設定だなと思って、うん、僕は、うん、シチュエーションなんかワンシチュエーションじゃない、うん、言ってみれば、うんうん、映像映像できそうこれそれでこう広げられるのはすごいなってね、うん、思いますね、うんうん、面白いなって、子供ができた段階でもう奥さんと話し合っとってほしいですね、男だったら俺が決めるって言って名前これあなるほどねなるほどねで奥さんも名前はこれって言ってる、うん、みたいなことでそれが出てきたから、うん、うわってなった、うん、でこれそのシーンから始めるわ映像まず映像だったらねなるほどねいいですねいいですねこれで女の人がお腹さすってて、ね、お腹さすってて、うん、みたいな、なるほど、ね、名前どうするみたいなところから始まって、うん、そういうことね、うん、でまた行ってきますっつってね行ってきますってお父さんがバーって出てって井戸端会議をファって見るみたいなね、うん、なるほど、ね、そうだね、でもこれ映像で見たらめっちゃいい感じになりそうですね、うん、うん、面白そうだなと、そういう感じでこれ僕が選んだんですけど、うん、そういう感じで見てんだなって思ったっす、やっぱりあそう映像化して の今までの話もそうですけど、うんうん、映像で見たらこれ面白いのかもっていう基準で話を選んだのかなって、ああなるほどね、今までもああそれはなんかあるかもね、カンカンとか、そうだねそうだね、うん、うん、はい、はい、じゃあ次の話も友が選んだ話、そう僕が選んだんです、じゃあそういう感じなのかな、ビジュアル映像、そう映像的になんかみたいな、うん、うんうん、かもしれない、ね、それを思い浮かべながらあの朗読を聞いてもらってっていうね、はい、感じですね、そうですね、うん、はい、氷野さんありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ次のお話いきましょう、はい、行ってみましょう、
死ぬ役。今から5年ほど前の話だという。職場の高橋さんのおばあさんがいよいよ寝たきりとなり、順番待ちをしていた老人ホームに空きが出たため、お世話になることになったそうだ。高橋さんは実家を離れ他県で働いていたので、夏季休暇を取り、おばあさんに会いに行った。実家のある町から県道沿いに山に入って、結構進み、民家もなくなった頃、ようやく4階建ての白い建物が見えてきたという。緑に囲まれた、とても静かなところだったそうだ。おばあさんの部屋は、2階の一番奥で、南側に大きな窓があり、そこからも山の木々の緑がとても綺麗に見えたという。おばあさんは一人で起き上がることができず、歩くことも難しい状態だったそうだ。しかし、認知症などの症状はなく、頭ははっきりしていたので、高橋さんのこともきちんと認識していた。それで、久しぶりの再会をとても喜んでくれたそうだ。ところが、あのね、内緒なんだけど、おばあちゃんさ、今度ドラマに出ることになったから、詳しく決まったらまた教えるからさ、楽しみにしてて、と言ったという。高橋さんはいよいよ本格的なボケが始まったのかと思って、適当に話を合わせることにしたそうだ。え、おばあちゃんドラマって何？と興味津々という感じで聞き返すと、夜遅くにさ、監督さんが来て私にドラマの説明をしてさ、あなたは殺人の目撃者で犯人に追われる役ですって言うのさ、とおばあさんはとても嬉しそうに話したという。高橋さんが、おばあちゃん演技なんてできるの？難しい役じゃない？と言うと、おばあさんは、おばあちゃんさ、ドラマに出るのが夢だったの。夢が叶うんだから頑張るからさ、と言ったという。その帰り際、ホームの介護士さんに挨拶をしながら、おばあちゃんドラマの話とかしてるんですけど大丈夫ですかね、と聞いてみたそうだ。すると、私も聞きました。監督さんが来てドラマに出る話ですよね。多分夢でも見たんじゃないですかね、とのことだった。高橋さんは夏季休暇の最終日にもう一度おばあさんに会いに行った。すると、夕べさ、急に監督さんが来てさ、びっくりしてたらもうすぐ出番だからって。高橋さんが、それドラマの話だよね。監督さんってどんな人なの？と聞くと、暗くてよくわかんない。でも、優しい声だよ。きちんと説明してくれてさ、女の人がナイフで刺されて、倒れるとこを見て、逃げんの。と、おばあさんが聞き迫る形相。ずいぶん具体的だね。それでどうなるの？と聞くと、犯人が追ってくるからさ、あとは必死になって逃げんのさ。そして、死ぬ役なの。と、おばあさんは少し寂しそうに話したという。高橋さんの夏季休暇が終わって、数日後の昼間、おばあさんの訃報が届き、高橋さんは、急いで実家に戻ったそうだ。
おばあさんは寝たきりで動けなかったはずなのに、なぜか部屋を抜け出し、建物の外の森の中の池で亡くなられていたとのこと。警察の介入もあったが、家族からの要請もあり、最終的に誰も責任を問われることはなかったそうだ。ただ、高橋さんは、おばあさんのドラマの話が忘れられず、時々思い出しながら考えていたそうだ。夜に来た監督って誰だと思う？と、私に問いかけた。おばあさんだけに見えていたとしたら、やっぱり夢だったのかもよ。連続して同じ夢を見ることもあるらしいから。と、答えた。しかし、高橋さんは、おばあちゃんの最後はさ、本当に追われてたみたいに、足とか腕とか傷だらけでさ、俺さ、おばあちゃん、死ぬ役を演じきったんじゃないかと思うんだ。そんなことを警察の人には言えなかったけどね。とのこと。そして続けて、あのさ、葬式の時、ホームの介護士さんに会ったんだけど、俺にこっそり紙切れをよこしてさ、それになんて書いてあったと思う？と聞くので、私も、なんて書いてあったの？と聞くと、おばあちゃんの震えた文字で、犯人は夫です、って書いてあったの。枕の下に隠してあったんだって、すごいでしょ？と、高橋さんは少し得意げに話してくれた。そんな話を聞いた数日後の深夜、風呂上がりにうちのおばあさんの部屋の前を通ると、部屋の中から何やら話し声が聞こえてきた。私はとっさに高橋さんから聞いた話を思い出して、慌てておばあさんの部屋の扉を開けた。おばあさんは布団の上で体を起こし、両手を合わせお経を唱えていた。私が、おばあちゃんと声をかけると、おばあさんは私を見てお経を唱えるのをやめた。話を聞くと、不意に目が覚めて、見ると人影があり、おばあさんの名前を呼ぶのだという。薄明かりの中、目を凝らしてみると、それは近所の仲良しさんで、早く松島に行きましょう。あなたも楽しみにしてたでしょ。と言ってきたそうだ。しかし、コロナだから無理なのよ。と、おばあさんが答えると、仲良しさんは、すっといなくなってしまったという。なんとなく胸騒ぎがして、おばあさんはお経を唱えていたとのこと。翌日、連絡が入り分かったことだが、ご近所のおばあさんの仲良しさんは、夜中に亡くなられていたそうだ。お別れを言いに来たのか、それとも一緒に連れて行こうとしたのかはわからない。出勤すると、高橋さんが来ていたので、高橋さん、この前の亡くなられたおばあさんの話ですけど、お知り合いとか、親しい人の中に、テレビ関係の人とか、映画関係の人とかはいなかったんですか？と聞くと、高橋さんが少し考えてから、そういう関係の人はいないと思うよ。でもね、20年くらい前に亡くなったおじいちゃんは映画が大好きだったよ。しばらく沈黙した後、高橋さんが、もしかして監督ってさ、おじいちゃんだったりして、迎えに来たのかもね。ほら、おばあちゃん寝たきりになっちゃったからさ。それにしても、ものすごい演出だったけどね。と、つぶやくように話していた。
はい、2話目死ぬ役っていうお話で、うん、マールさんから投稿です、はいはい、マールさんはね一回あの学校を脱走した少年の話みたいな、うんうん、学校の階段が全部つながるよみたいな話をね、うん、なんか昔おからずで考察したんですけど、はい、その方ですね。その際はお世話になりました。お世話になりました。あのめちゃくちゃ怖いけど、うん、めちゃくちゃいい話でしたね。うん、なんかまあそうだね、いい話なのかちょっと考察してみて、まあまあそうか、うん、そうかそうか、そうだね、ちょっとそこはね、うん、どうなんだろうなと思ったけど、でもすごくいい話でしたね。僕はね結構嫌な話側で捉えた方ですね。あ、なるほど、そうなんだ。まあそうだね、いい話というか、なんで、まあ、一番初め読んでってうわ怖って思ったのは、うん、犯人は夫っていうのが、ねね、枕元に枕の下にあったっていうのは、うん、ね、めっちゃ怖いじゃん、何これみたいな感じになって、うんうん、でそっからね、なんかその最後は監督はおじいちゃんで、まあまあ夫ですけど、夫、うん、かん、まあ、映画好きのおじいちゃん、うん、なんかその前に、うん、と自分も近所さんが出てきたみたいな、おばあちゃんが、うんうん、お友達がね、うんうん、でお経を唱えてたみたいなあったじゃないですか、うんうん、それで、死者に呼ばれるというか引き込まれる、うんうん、連れてかれるかっていうのが普通にありえることっていうのが植え付けられた後に、うんうん、そのなんか来たのがおじい夫っていうところで怖っていう部分で、おじいちゃんが連れてこうとしてるんだってなって怖いんですけど、うん、何年越しじゃないですか今回は。うん、そうそう、亡くなってからしばらくしてからだもんね、してから、うん、だからずっとその、まあ、おじいちゃんの夢だったと思うんですよね、その映画監督みたいな、うんうん、だからおばあちゃんがおじいちゃんの夢を最後に叶えてあげようみたいな。あ、なるほどね、うん、おお、そういうことか。亡くなってからずっとそれがを見とって、うん、でも自分が長くないって分かったから、うん、最後、なんとか自力でもう本当は動けない状態なんだけど、うん、無理してでも動いておじいちゃんの夢を叶えた後におじいちゃんと一緒におじいちゃんの元に行ってあげよう、うん、みたいなことで僕は読んでたんですけど、うん、でも最終的にそれを役を全うして、うん、なんかこう池で亡くなってたみたいな描写で、はいはい、あ、なんかそこまでおじいちゃんの念がみたいな風なちょっと嫌な話っていう風に捉えちゃったんですよね。お、あ、おじいちゃんの念が、うん、そこまでさせたというか、あ、まあでもそれはおばあちゃんが自主的にやったってことでしょ。うんうん、でもそれすらももうだってその間ずっと言ってるみたいな感じなんで、僕はいやいや連れてくなよなんですよ、まず。だからいい話っていう風には取れなかったですね。なんかそのおじいちゃんとおばあちゃんの絆的な感じに落とし込んじゃったけど、いや、そうそう、それもなんか分からんでもないんだけど、うん、そんな、池の中、池の方で、うん、に歩いて池の方まで行って本当に追われてたみたいに、うん、足とか腕とか傷だらけでさみたいな、うんうん、なんかそこまで左遷でもいいかなって、もしおじいちゃんが夢枕に立って、うん、な監督のふりして出たとして、うん、そんな寝たきりで歩けないおばあさんに対して、うん、そこまで要求しなくていいんじゃないかなって。うん、確かにね、そう、もうちょっとさ今できる範囲で演技させてあげたらいいのになって。うん、確かに確かに、うん、でなんかね、この僕そのほっこり感に捉えられないのが、うん、犯人っていうワードなんですよね、うんうん、ワードが、まあそうだね、うん、そこの連れてかれた、ね、だったらまあ監督はでもいいもんな、うん、監督は夫みたいな、ね、うん、監督は夫でもいいもんね、うん、犯人は夫っていうのがすごい、なんかその夢っていうか、その監督が言ってる映画の中の話の犯人なのか、うんうんうん、この話の、うんうんうん、この私があの池の方に行った、原因の犯人がなのかが、うんうん、どっちの話なのかが分かんないっていう、うんうん、
まあ、だからその夢枕に立って連れてきたい感じじゃないですか、この話の中での死者の方々は。うん、うん、まあそうだね、まあ、うん、その自分の私っていう人のおばあさんがそういう感じだったから、うん、この監督っていうその高橋さんのおばあちゃんの話もそういう話じゃないのかなって思ったっていう話だよね。うん、うん、そうそうそう、うん、で、監督兼役者でずっと出てる人もいるじゃないですか、うん、いる。そういうパターンで映画好きなんで監督もやりたいし、うん、そういう犯人役もやりたいみたいなおじいちゃん。おー、うん、なるほど、うん、で、亡くなった時からもう連れて行きたい感じを出してるんですけど、うん、おばあちゃんはずっとそれを耐えてるというか、うん、いやまだ行けませんよみたいな、うんうん、まあ最後私が亡くな死ぬ頃にはやってあげますねみたいなことで、もだからもう役とかもすごい入り込んでるんですよね、うんうん、刷り込まれてるというか、うんうんうん、でそのままそれを耐えながら生きてる間で、うん、例えばこの足が動かなくなったりとかっていう今の症状になったのも実はその霊障が関係しててみたいな、うんうん、でそのおじいちゃんの霊ももうこのまま無視するならこの殺すぞみたいな、うんうん、もう連れてっちゃうぞって言って、うん、いやもうこれが潮時だなと、うん、じゃあ分かりました私が演じますねっつって、うんうん、OK した瞬間というか、うんうんうん、まあ受け入れたみたいなね、受け入れた、あ、まあでも嬉しそうなんだよなおばあちゃんは、うんうん、そうなんですよね、そうずっと私夢だ、ずっとそれがね、うん、役者やるのが映画に出るのが夢だった時な、うん、だからっていう嬉しそうにしてるっていうのがなんかその今の慶介の説とはちょっとなんか相反するのかなって、うん、そうか、うん、まあでももう覚悟決めたから、うん、おじいちゃんを気持ちよくさすためにそうやって言ってるみたいな、うんうん、あなるほどね、うんうん、まあこの早く松島に行きましょうよって言った自分のおばあちゃんね、おばあちゃんの知り合い仲良しさんもそうですし、うん、この監督で出たおじいちゃんもそうですし、うん、まあ死んでからもう行けるっていうことじゃないですか、死んでから松島に行けるってこと、そう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 、うん、そうだね、だからまあ死んでからむしろ死んでからちょっとやりたいことをやってる感じゃないですか、ああそうだね、じゃあおばあちゃんも待っといてあげたらって俺は思っちゃったんですよね。ああ、死ぬまで待ってあげたらってこと？そうそうそう。うんうん、その出演させるんだったら。ああ、うん、そういうことか。確かに確かに。そうか、うん。生きてるうちに演じなくてもってことね。うん、そう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 。ああ、そうかそうかそうか、うん。まあ確かにそれはそうだな。元も子もないですけど、うん、まあそうね、そんなこと言ったら。うん。なんかそれでその松島に行きましょうは、うん、この人が言う。なんていうんですか、胸騒ぎがして行っちゃダメだと思ってる、うん、ね、まあまあそんな感じするね、うん、だじゃなきゃお経を唱える必要ないもんね、うん、なんかあんま良くないと思ったから多分お経を唱えてるっぽいもんね、うんうん、だけどおじいちゃんが出てるこの、おばあちゃんの方かは、うん、嬉しそうにしてるから連れてかれたみたいな、あ、捉えるとやっぱおじいちゃんが連れてったって思うんですけど、うん、にしては年月が違うというか、そうなんだよね、亡くなった瞬間じゃないみたいな、そう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 、そこがね、だから全然違う人なのかもしれない、うん、でも何日にもわたって出てくるみたいな感じだったよね、監督、ね、監督は、うんうん、そこもなんかその自分のおばあちゃんの場合とはちょっと違うんだよね、うん、うん、犯人は夫です、うん、の犯人とはとはだよね、うん、うん、映画の中の話なのか自分が森抜け病院ホームを抜け出て森の中に入ってった話の犯人が夫なのか、どうなんだろうな、うん、監督っていう人はもう別かもしれないですよね、そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよね、全く違う人、おじいちゃんは関係ない、うん、そうだとしたらその犯人は夫ですっていうのがちょっとなんかちょっと理解しづらいというか、そのまあもともといなかった人、あでもおばあちゃんが話を作った説、ほう、まあ、その監督も、まあ、自分が作り上げた、うん、で犯人が夫だっていうのもまあ自分の一番連れ添った人だから、うん、まあ犯人っ
って悪い役じゃん、うん、まあ、その人を誰にするかってした時に、まあ、一番この連れ添った人を犯人ってすれば周りがみんな傷つかないみたいな、なんかそのおばあちゃんが作り上げた物語を、まあ、ちょっと聞かされてとか、ちょっとその一辺に触れたみたいな話、すげえミステリー小説とかが好きでとか、例えばね、で今寝たきりの私が森の中で見つかったらめっちゃ不思議があるだろうな、うん、みたいな、うん、でそのもう自分の死期が近いっていうのもなんとなく気づいてて、そういう監督が来てさみたいな話したらちょっと不思議があるんじゃないかなとか、うん、創作が好きなおばあちゃんの話、じゃあでもそれにしてもだって寝たきりで、うん、自分でベッドも起こせない起き上がれない人が そこまで行くっていうのが、ね、なんかね、また霊障がないといけないんじゃないかなってなってきますよね、うん、なるほどね、うん、そうね、でその体を動かしたものってのは何か憑依した何かで、うん、それ犯人が夫って考えちゃうっすよね、うん、なんか昔ホワイトアウトっていう映画があってさ、はい、小田裕二が出てたんだけど、はい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 、ほんと小田裕二が主人公でさ、で相手犯人役みたいな悪い組織のボスみたいなのが佐藤浩市がやっとってさ、うん、ずっとさあの車椅子で指示してんだよね、そのあ次はこうするぞとかどこを襲うぞみたいなさ、うん、そう、ほんで最終的に追い詰めるとこまで行くんだけど、小田裕二が、はい、そこでさ佐藤浩市が実はさ歩ける人で、うん、みたいな、そういう演出っていうかそういうトリックみたいなのがあってさ、うん、だからこのおばあさんもさ実は動けるけどこの物語を完成させるための、うんうん、もうなんか前振りというか、うん、ようホワイトアウト出てきたなあれもそうや、カイザーソーゼもそうや、まあ、そう全然わからんあのユージュアルサスペクツっていう、うん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 、もう超有名な映画、うん、見たことないですか、はい、俺ね何回かそのここのおからじで聞いて、うん、寝る前に見ようとして寝てることはあります。ああそうですか、うん、あこれ羨ましいな、羨ましいよね羨ましいそうそう、まあじゃあちょっとケイスケのためにちょっと言うのやめようそうっていう、そういうパターンもあるじゃん、うん、だからもうさもう人生をかけたミステリーみたいなのを超大作作りたかったおばあちゃ ん、うんうんうん、すごいな、そうやったらすごいね、うんうん、実は動ける、そう実は動ける迷惑な話ですけどね、まあ、そうお金もかかるし、そう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 、うん、そうだね、その施設入ったりするのもね、うんうん、でも施設入って、うん、と夏季休暇の間に入って、うん、で、夏季休暇が終わって、職場の方に帰ってきて数日後に連絡があってたんですよ、うんうん、だから入ってる期間結構短いんですよね。ああそうかそうか、そう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 、うん、なるほど、あんまり迷惑をかけずに計算されてるわけだ、あんまり迷惑かけずにもしかしたらそのじゃあ夫と話してたかもしれないですね、それをもう作り上げてた、あ、夫が亡くなる前に、亡くなる前に映画好きだから、うん、だからユージュアルサスペクツも見てたかもしれないなるほどね、うん、これやろうっつって、ああそうか、私が死ぬ時にはこれをやりましょうみたいな、あ、うんうんうん、あすごいなそれはすごい、すごい、それはすごい、すごいね、うん、だとしたらなんかすごいあの超大作ですごい2人だなと思いますけど、うん、あの残された側はいや迷惑だね、やめてよってなるね、なるさすがにそれはないか、だってめちゃくちゃ事件性があってそうね、ある亡くなり方じゃないですか、うん、本当に、で犯人は夫って書いてあるんですよ、それが壮大な物語だった時確かに相当迷惑かかるだろうな、いろんな人に、うーん、うーん、そうですね、まあでもなんかいろんな可能性があるというか、うん、まあ、だって本当に、うん、まあ、夢みたいな幻みたいなので、うん、その監督に言われてるのを見てて本当に喜んでたとするじゃないですか、うん、でその亡くなった日に見た、まあ、毎回その夢を見る感じじゃないですか何回か、うんうん、その時だけえみたいな、うん、ちょっと
なんていうんですか、今までの理想と違うというか、うん、監督が襲ってくるみたいな、うんうん、病風になったら、えぇ、ー、ってなって体が無意識に動いちゃって逃げるみたいなことはありえるのかなとかってちょっと思ったんですけど、火事場系な、うんうん、なるほどね、火事場の火事から系ね、本当に被害に遭ってるみたいな、うん、だとしたら枕の下に夫が、犯人は夫みたいな、そうだ、ね、書かないかっていう、うん、監督みたいな人みたいな、ね、姿見えないからね、まあそうだね、なんかこう殴り書きで、あの助けてみたいな、うん、この追われてるこの男の人、悪い人、悪い人、うん、みたいなのがバッて置いてあるみたいな、枕の下に隠してあるみたいなのがちょっとなんか理不尽、不自然だなというか、まあ、そうだね、うん、うん、その監督から犯人役はあなたの夫ですよって言われたから、うん、犯人は夫みたいな、なるほどね、メモで、なるほどなるほど、それならありえそうですね、でその夢を見るため、枕の下に例えば写真とか雑誌を置いて、うん、寝るとその夢見れるみたいな、ああいうね、うん、あるね、うん、あるある、生前に夫と自分たちが映画作るならみたいなのでその話をしてて、うんうん、で毎回監督が出てくる夢を見るようになった、うん、じゃ あの生前話してたように夫も出してほしいですみたいな、うん、って言うんだけど、いやそれはねみたいな、うんうん、もういないからとかって言われると、うんうんうん、だけどこれ夢ってもう自分も分かってるから、うん、犯人を夫として2人で対策の役をやろう、そういう夢を見よう、うん、犯人は夫っていう願望を書いて寝とる、枕の下に寝た、うん、あなるほど、その説ね、ってやってたらその間に、うん、なんていうんですか、悪魔が入り込むじゃないですけど、うん、利用しておばあちゃんなんか狙われたというか、うん、で実際に襲われちゃって、うん、でおばあちゃんはうわーってなって逃げて、うんうん、そのまま殺されちゃったというか、うんうんうん、なるほど、なんかガンの人とかでさ、うん、よく聞くじゃん、ちょっと回復して亡くなる、うん、あるね、だからその時にちょっと回復してさ、最後の力を振り絞って演じたのかもしれないよね、うん、おばあちゃんが、でもやっぱその木村さんが言ってたように演じた時にそこまでのボロボロ感、でも手足怪我、まあそうだね、でも夢だよおばあちゃんの、まあでもそこまで体張らんでもって思うよね、そうなんですよね、本当に追われてた、まあでも本当に追われてたとしてもな、その寝たきりでずっといたおばあちゃんが そっから離れて、うん、いやそもそもさ、そのホームの玄関とか、ね、そう開いてるのかなっていうさ、うんうんうん、どうなんだろうね、あのね、うちのお母さんそういうデイじゃないや、そういうサービス、はい、介護サービスのところ働いてるんですけど、はい、夜行ったことあるんですよ、なんか届けに、うん、その時玄関の鍵絶対閉まってますからね、開けて出てきますからね鍵は、そうだね、でもなんか内側から開けれるんですけどね、あ、まあまあ、そうか、そうか、そうか、でも利用者さんが開けれるかどうかは微妙ですけど、あーそうだよね、うん、でもまあ霊が人を動かすみたいなシーンあるじゃないですか映画とかで、うん、そういう力が本当に霊にあるなら、うん、引きずり回されてるかもしれないですよ、霊のパワーで、あー、まあそうだね、うん、それはそうだね、あるかもしれないね、でやっぱそのでもその前に書けないか、犯人は夫って、うん、まあそうだよね、うん、そこだよね、めちゃくちゃむずいですねこの話、犯人が犯人は夫がめっちゃむずくしますね、うんうん、ちなみにさっきの1話目の話だと、うんうん、ジャンル人コアだったじゃないですか、うんうん、これはジャンルはこれはね不思議な話なんですよ、なるほど、うん、なるほど、まあそうですね、その通りです、不思議な話ですよね、その通りですね、うん、でも犯人は夫見た時はゾッとしましたよね、ゾッとした怖って思ったなったっすよね、思った、うん、で俺はまあこうやって読み進めていくうちに、ああ夫が迎えに来たんだな監督としてみたいな、うんうん、勝手に解釈をしちゃいましたけど、うん、確かにちょっと不自然な感じあるよね、不自然な感じあるっすね、紐解いていくとね、うん、そうなんだよね、いい話だなって思いました単純に、あと、あ、読んだ直後ね、怖い話として、怖い話として、うん、そうだね、ワードがいいんだよね、犯人が夫っていうね、怖ってなったもんな、なんかどうなんですかね、実はその
そういう介護施設とかで、うん、結構何年か前に問題とかあったじゃないですか、うん、利用者を、虐待するみたいな、あるあるある、それで殺しちゃったみたいな、ほう実はその隠蔽、うん、隠蔽で、あ、隠蔽、あ、はいはいはい、でなんかもう元々、うん、おばあちゃんはよくその夢を見て、うん、そのことを言ってたから、うん、あれ言ってたわってなって、うん、さらにまあ傷つけてみたいな、あでもそしたらバレるか犯人が、うん、傷口とかで虐待されてたってのが、あ犯人は誰々さんって書くんじゃない、うん、そしたら、うん、じゃあなんかその犯人は夫っていうのもそれでその捜索でその犯人の、うん、でやってたんだけど、それで成功したとしても今の警察の人たちの捜査でこの人ってバレる、まあ、確かにね、まあそうだよね、うん、うーん、めちゃくちゃ迷惑をかける おばあさんとかやっぱおるみたいだからね、働いとる人は、まあそうだよね、めちゃくちゃ悩むっすねこれ。悩むね、でもこれすごい俺いいなと思ったのはめちゃめちゃ最近の話だなと思って、あ、そのコロナで会えないですよね、コロナで会えない、うん、思っただからめちゃくちゃ最近の話なんだなと思って、うん、いいな、うんうんうん、1、2年の話ってことですもんね、うんうん、そうね、あんまなんか新しい会談ってそんなに聞かんじゃないですか、うん、数年前とか、なんこれ自分が小さい頃の話なんですけどとかはあるんですけど、うんうんうん、最近の怖い話こんな感じですっていう、そうね、断る理由がね、うん、コロナだからみたいなね、うんうんうん、まあ、そういうのもあるんだな、うん、でもうちの奥さんのね、あのおばあちゃん、はい、もう病室でね迎えに来るっつってましたからね、まあ、前も話しましたけど、うんうん、なんか子供とは言わんかったっすけど子供っぽい描写は、うん、あ言ってた、うん、なんかタッタッタッタって言ってちょこんって覗いてくるんですって、あ、うん、でまだ行けないって言って、うんうん、伸ばして伸ばしてって感じでしたからね、うん、その分の思いを演技で表したから傷だらけだった、そう、なんかその亡くなり方が不自然すぎるんですよね、そうなんですよ ねどう落とし込めばいいんだろう、なんかでもうまいなと思ったのはちょっと変なあれになっちゃうんだけど、うん、そのまあ最後にさ、あのと結局あ警察の介入もあったが家族からの要請もあり最終的に誰も責任問われることはなかったそうだ、うん、っていう文章がなかったらさ、うん、そう ね、警察何やってんのってなっちゃいますからね、そうそうなっちゃうし、うんうんうん、そう、そういうなんか読む人の疑問も、うん、もう本当に簡潔にこうやって解決してね、そうそう解決して、うん、解決っていうかまあ落とし込めるようにしてっていう、そうそうそう、うん、うん、とかね、なんか他にもね、なんかねすごいあのいいなと思うところがあったんだけど、マールさんのね話ね結構いいの多いんですよね、すごいいいよね、うん、でもなんかそこをさあの逆手にとってというか、うん、家族からいやなんでそんな状態なのに、なんて言うんですかもう誰かが咎められることもないようにしたのか、実は犯人身内説みたいな、うん、あなるほど、うん、なるほどね、まあ、家族の要請もあってって書いてあるから要するに高橋さんのってことだよね、うん、うん、うん、だって動けない人がそうなるなんておかしいって絶対思うじゃないですか、思うね、思う、うん、で自分のまあそんなあでもどうなんだろうな、そういう事件もあったっすもんね、そういう介護に疲れて母親殺しちゃうみたいな、あった、うん、だからあんまそうそうちょっと書き慣れてるなって思ったんだよね、うん、うん、物語を、まあ、おじいちゃんが映画好きだったっていう絡みもね、なんかその監督と関わりありそうな匂いを出してくるというか、わかりますよ、ね、監督がおじいちゃんだったのかなみたいな雰囲気も出してきつつ、
犯人は夫ですっていうワードとか、うん、すごいいいなって思ったね。なんかいろんなパズルのピースがあるんだけど、それをうまくなんかね、そうそうそう、惜しいんですけどね、惜しいって感じだね、惜しいですけどはめ込めないですよ、はめ込めない、それがなんか心地いいみたいな、心地いいみたいなさ、繋がらんなみたいな、そう、すごいね、うん、考察のしがいもある話だし、文章もね綺麗だし、すごいいいなと思って、これはまあ、あの1話目の時も言いましたけど、この監督が枕元に立ってくるっていうのが映像化したらすごく不気味だし、犯人は夫っていうのを見つけるシーンみたいなのも、まあそうだね、でもさ、そのさ、監督って思わせるの難しくないかね、そのシルエットで監督って思わせるの難しくない、ね、うん、難しいですね、難しいよね、うんうん、椅子とカチンコ持ってくるし、ね、なんかさ、そう、そういうさ、ほんとステレオタイプな監督の像を出さんとさ、うん、台本くるめてこう持ってますよね、持ってるとかさ、結構ね、枕元に監督が立つのシルエットで顔が見えないでしょ、うん、むずいなと思うよ、むずいね、むずい、うん、むずい、うん、そこは表現しにくいな。だから一発目は何のこっちゃ分からんような映画の説明しとるみたいなだけで、うんうん、後にこのおばあさんが映画監督が来てくれたのよっていうセリフがあれば、うん、あ、 あれ監督なんだってなるくないですか、映画の説明してる、うん、別に枕元で、おばあさんに対して、そうです、そうです、あー、なるほど、おばあさんにの枕元に監督が立ってるっていう設定で流して、何こいつって最初は思うだけで、うん、誰が立ってるか分かんないだけど、うん、あ、じゃあさ、最初にさ、病室の、俺が作るんだったら病室じゃないか、介護施設か、介護施設の個人の部屋にして、うんうんうん、最初監督の正面 で、うん、でそこ裏には壁なんですよ、うん、でまあそのなんか映画の話をしとるところなめって、うん、背後に回ったらおばあさんが映るみたいな、ベッドが、あ、はい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 、な感じにして、うん、監督が喋ってるんですよね、そう、暗い部屋でね、うん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 、暗い部屋だけど、うん、でおばあさんがなんか聞いてるみたいな感じに、うんうん、ああ、なるほどね、その映画の話をしてるっていうのが、うん、あの映画の話してるイコール監督に結びつくかな、なんかそこ難しくない、うん、だってそうか、今回の、まあでも今回のこの作品はこうやって君に演じてほしいんだみたいな、うん、これは監督である僕からのお願いなんだみたいな、 言わせるの言わせるの、いや、それはちょっとな、それはちょっと映像である意味スマートじゃないっていうか、確かにね、うんうん、だからこれ何回も出てくるから、だから1回目誰か分からんくて、うん、おばあちゃんの会話で、うん、あれ監督なんだって分かって、あ、思わせるってことだ、そうで、まあ、2回目出てきた時に監督ってもう分かってるみたいな、あ、そうかそうか、方が、まあそうだね、うん、まあでも絵的にいい感じに撮れるかどうかは分からんすけど、ね、そうだよね、うん、そのシルエットでっていうのはね、うん、でもこれ難しいですよね、映像化するにしても、うん、どう落とし込めばいいか分かんないから、正解が、うんうんうん、そのおじいちゃんとの関係をどういう風に、うん、おじいちゃんとの過去を話してた、その映画が好きだったっていうやつを話して、うん、おじいちゃんがその犯人にするのか、うん、これ難しいですね、難しい、難しいよ、難しい、いろんな監督の解釈があるんで、そうだね、多分、うん、そうだね、これは1話目の時に映像化しやすいのを選んでるかもしれないっていう話をしたけど、うん、これちょっとむずいね、難しい、これはむずいね、難しい、よくよく考えていくと難しい、難しい、だって答えがないんで、うん、なんか何かストーリーは絶対その映像化するのはつけんとか、なるほどなるほど、そういうことね、うんうん、あ、場面場面はこういう場面があったら面白いなと思いますけど、筋がね、うん、その池で亡くなっとるとこなんかめちゃくちゃスモーク炊きますからね、朝とかそうだね、うん、ちょっとそうだね、筋的にはちょっと もやるよね、うんうん、まあでもすごいいいなと思いましたね、うんうん、犯人は夫ですのワードがすごい強くて良かったです。はい。はい。はい、そうだから、まあ僕個人的には、うん、まあおばあちゃんは悟ってて最後死期を感じたから おじいちゃんの霊に乗っ取られてあげた感が、うん、なんか一番後味悪いかなって思う。おお、うん。でおじいちゃんのその乗ってあげた時にすごいスパルタで。うん、そんなんじゃダメだっつって、うんうん、死ぬまで追い込んだ、うん、演技を、ああ、うん、でもな、
それカメラっていうかそのね何で撮ってるのかなと思うし、ね、目的は一緒に連れていくことなんですかね。まあまあそうか、まあそうね。だからこの話を多分じゃあ映像化しますっつって、うん、3人違いますみたいな、うん、3人の監督がいます俺らね、うんうんうん、言ったらもう全然違うもんできてくるでしょ、ね、あーになってきますよね、うんうん、そうだね。僕は完全に監督おじいちゃんにするな。ああそうか、うん、なるほどね。なんか羅生門みたいな話だね。なんか誰が正解言ってんだみたいなさ。木村さんはもう完全にホワイトアウトとかユージュアルそうなんじゃん。動ける、動けるおばあちゃんね。そう、それ最後に持ってきたいですもんね。みんなまさかって言われるパターンだね観客からなわけって言われるやつ。大どんでん返しやろうとして。そう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 。でもユージュアルサスペクツ全くわからんかったっすもんね。全くわからん。マジですげえ。ケイスケまだ見てないの？まだ見てない。羨ましい。羨ましいマジで。マジこれ、ね、聞いてる人も見たことない人一回ねもうちょっと毛嫌いせずに見てみてほしい。見てほしい。マジ羨ましい見たことないのが。ねえ。もう一回味わいたい。バタフライエフェクトを見てないです。ああそれはまああんまりあんまり、うん、あんまり私あんまピンとこなかったけどね。そうなんだ、うん、結構いい、ね、勧められるやつ、うん、いいっていうね。この2つなんですよね。めっちゃ勧められるやつは、うん、ぜひ見てほしい、ね、見てほしいねユージュアルサスペクツ見てから最終絶叫計画2も見てほしい。全く一緒だね。そうなんだ、はい、そうなんだ。あ、そう。全く一緒っす。あ、作り方が一緒ってこと。構成が、あの、オチも一緒。オチ、うん、も一緒。言っちゃった。パロってる？パロってる？パロでいいなんで。あ、そうなんだ。へうんうん。まあ、これはマールさんの中での正解をちょっと聞きたいですね。ああ、まあそうだね、うん。そうだね。まあ、それこそ、ないんですかもしれんしね。うんうんうん。うん、まあ、不思議な話っていうカテゴリーにあるってことは。うん、うん。まあでも。マールさんね、なんかね、ツイッターで、うんうん、とわ私が体験した不思議なことだったかな、うん、なんかねすごいつぶやくんですよ、うんうんうん、それもまた面白いんですよね。あ、うん、このホラホリに投稿されてるじゃない話でも、うん、で短い、まあ、ツイッターなんで短いじゃないですか、うんうんうん、それでも結構うわ不思議な話だなっていうね、うん、面白いの結構つぶやいてるんで。そうかそうか、うん、なんか皆さん興味持った方はね、うん、ぜひ見てみてください。そう、ホラホリックスクールも、うん、1000話以上怖い話あるんで、うん、そうですね、怖い話好きな方はすごい楽しめるサイトなんじゃないかなって思います、うん、なんか電子書籍みたいに縦書きになってるんで、うん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 、ちょっとそういうの、まあ、本が好きな方には読みやすいかなっていう感じになっておりますので、うん、はい、わかりました、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。ではまた後ほど。